皆さんこんにちは。日本大使と新宿区を担当しております堀切ささみと申します。よろしくお願いいたします。日本大使党の皆さん、まあこれから日本大使党に入ってみようかなと思っている皆さんね、この日本大使党、多くの人たちが、まあ、自分がやりたいことだとか日本の政治に求めていること、ね、祖国日本をこうしたいっていうね、希望を持って入ってくる人たちばかりです。先ほどはですね、中村さんからもですね、素晴らしいもう選挙の話も聞かせていただきましたし、ね、消費税をゼロにして国民の暮らしを豊かにしていくんだと、こうやってね、多くの人たちが希望を持って入ってきます。日本大使党のホームページにおきまして、最初にこの党首の挨拶、そこを見てみますと、政治が夢を語らなくなって非常に残念だと、久しいと、このように書かれております。本当にこれ残念ですよ。この日本大使党っていうのはですね、まずもう本当に多くの人たちがこのね、自分の夢というものっていうものを持って入ってくるわけですよね。そんな私にもこの日本大使党でぜひとも実現したいと考えている夢っていうものがあるんです。まあ目標ですね。それは8月15日に北は北海道、南は九州、沖縄に至るまで日本全国の党員の皆さん、また支持者の皆さんたちと靖国神社に参拝をする、これが私の実は夢なんですよ。ぜひともこれだけはね、日本大使党で実現したいと思っております。もちろんですね、こういう企画を、まあ、中村幹事長に持っていけば、まあ通るかもしれません。そんなに何でしょうか、こうお金がかかったりだとか、まあ、そういうことでもないのでね、ただ呼びかけるのだったらできると思うんですよ。しかしながら夢を実現させていくっていうのにはいろんな段階がやっぱりあるわけですよ。私はこの夢を実現させるのには障害があると思っております。それはやはりこの国内にはびこっている反日分子を一掃して、静かになった8月15日になったら皆さんと一緒に参拝をする、これが私の本当に大きな日本大使党のでの夢なんですよ。ではですね、皆さんね、政治家の皆さん、この国を引っ張っていく政治家の皆さんの一体何人がこの8月15日をはじめとしてね、もちろん1年を通してでもいいですよ。こういうコロナウイルスみたいなものが流行ってしまえば、なかなかスケジュールも立てられない、いつだっていいわけですよ。この靖国神社、または地元の護国神社に参拝したんでしょうかね。私はですね、これ時期じゃなくて政治家生命がある中で一体一度でも行ったという人、俺少ないと思ってます。別に統計とかをちゃんと取ってるわけじゃないですけど、全然行かない。全く政治家になってもいくら時間があっても10年勤めてようが、ね、20年勤めているような先生たちだって一回も行ったことない人たちの方が多いのではないかと思ってますよ。皆さんもご存知の通りですね、ついこの間チャイナの方から、ね、外交ルートを通して靖国神社に参拝しちゃダメですよなんていう、まあ、こんなね話ニュースでありましたよ。内政干渉なんじゃないかと言って非常に腹立たしいですが、あんなことしなくたって日本の政治家の先生行きませんよ。行かないですよ。そりゃそうでしょうね。行ったら行ったでマスコミからですね、もう質問攻めですよと。え、詩人ですか公人ですかと言って、詩人も公人もあるわけないじゃないですか。たった一つの命をですよ、この日本のために捧げてくださった先人たちに敬虔な気持ちで接する、この政治家だとか関係ないじゃないですか。当たり前のことなわけですよ。こんな当たり前のことが今の日本では問題になってしまう、非常に非常に嘆かわしいですよ。そしてこういうですね、自分のご先祖様を大切にしない、こういうものがですね、日本のありとあらゆる問題のこれ根っこの部分だと私は捉えております。どんなにですよ皆さんね、素晴らしい経済政策、日本大使党と似ているようなことを言っている、まあ、政党もあります。しかしながらですね、皆さんね、やはりこの日本国というものを大切にする、ご先祖様を大切にするという気持ちがなければですね、本当にそれはもう絵に描いた餅で終わってしまいますよ。当たり前です。この日本という国っていうのは自分たちだけではないわけですよ。多くの人たちが暮らしている、そしてそれにはずっとずっとつながっている、その歴史の上で
成り立っているわけですから、まずはこのご先祖様を大切にするというのはもう本当に当たり前だと思います。しかしながらですね、こうやって私たちが言えば、この日の丸を持ってですね、君が代を歌おうとすればですね、残念ながら皆さん今何と言われるのか、やれですね、軍国主義者だ、ファシストだ、こういうですよ、論調というものがはびこってるじゃないですか。どう考えたってこんなものはおかしいわけですよ。それとは逆にですよ、この国を罵る自由というものはいくらでも保障されている。そうですよ、8月15日わざわざ靖国神社の前をですよ、日の丸にバッテン印をつけて、天皇陛下の骸骨人形をぶら下げて、靖国神社を解体せよ、日本は敗戦国家だ、それはそう、ね、敗戦国家だ、侵略国家だとか、もうそんなことばっかり言って、もう日本をずっと罵るようなやつら、こいつらが問題になったことがありますか？全くないじゃないですか。しかもですね、やつらなんていうものはあまりにも一方的すぎる価値観、ひどいものになれば嘘、捏造じゃないですか。しかもやつらが糾弾してくるものっていうのは、今を生きている私たちがどうすることもできないですね。過去に起こったことですよ。自分の努力ではどうすることもできないようなもの、しかも根拠というものが彼らたちが作り上げた都合のいいような歴史観じゃないですか。これはまさにですよ、ヘイトスピーチそのものじゃないですか。日本人に向けられた、いつもですよ、ヘイトスピーチ、ヘイトスピーチは許さないと言っている政治家の先生たちは、彼らを止めるために立ち上がりましたか？法務省はですね、あの黄色い、あのヘイトスピーチは許さないというあの看板、まさにですよ、8月15日の前にいっぱいつけるべきじゃないですか。え、マスコミはどうしてますか？朝日と言わず、毎日と言わず、読売と言わず、で東京新聞と言わず、神奈川新聞は何をやってるんだと。ヘイトスピーチ大好物じゃないですか。まさに取り上げるべきですよ。しかしながら、こんなことは絶対にマスコミはしません。私たちね、反転連にこの抗議に行った時に、集会場の中にはなんとですね、朝日新聞の記者が混じってたこともあるんですよ。こうやってもう腕章なんかつけちゃって、もうふんぞり返っていましたよ、朝日新聞の記者が。でもちろんそれでね、反転連のね、悪行を書いてくれるか、もちろんそんなことはしないわけですよ。戦争責任に向き合う一般市民として書面を飾るわけですよ。皆さん、こんなことばっかり許してしまっていれば、この日本国の歴史と今生きている我々というものが、どん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 溝が深まっていってしまって、そしてやがてはこの日本民族というもの、ね、外国だとかのいろんな、ね、問題で沈んでいってしまいますよ。こうならないためにもですね、私たちは立ち上がらなくてはなりませんよ。まずはですね、この靖国神社に眠っているこの英霊たち、私たちのためにですよ、たった一つの命を投げ出してくださったわけですよ。将来ですね、日の丸にバッテン印をつけられて、侵略者だ、犯罪者だと罵るためにですよ、敵艦隊めがけて命を散らしてくださったわけではないわけですよ。私たちのためじゃないですか。まだ見果てぬ未来のために、自分たちのこのね、まだ見果てぬ未来のためにですよ、投げ打ってくださったわけですよ。そんな英霊たちはお骨も拾ってももらえない、まだ物も言えない、そんな時にですね、私たちこそがですよ、今を生きている私たちこそがですよ、今度はですよ、日本は守っていかなくてはなりません。靖国神社の英霊はですね、いつもいつもこの日本を守ってくださっているわけですよ。今度はですよ、皆さん、靖国神社で眠っている英霊を私たちがお守りする番なんです。もうこれ以上ですよ、英霊たちに甘えるわけにはならないわけです。これからは私たちが英霊に代わってこの日本を降り、そして未来というものを切り開いていかなくてはなりません。そのためにもぜひとも皆さん、この日本大使党とともに、この日の丸を持って一緒に戦ってください。よろしくお願いいたします。